最近あれこれ考えちゃって。でもここでクタクタになればぐっすり眠れるんです。おお、桜井君、補助しようか。よろしくお願いします。なんや桜井君、悩みがあんのか。さては運命な。El universo es muy confuso realmente。何を悩むことがあんねん。悩みといえば、うちの上の娘がですね、どうも好きな男がおるらしいんですわ。富士山の相談が始まっちゃったよ。とにかく聞いてほしいんですよ、先輩に。上の娘さん、いくつくらい？桜井君と同じくらいね。おお。Eso tiene sentido para mí。心配なのはわかるけど、同年代として桜井君の意見は。二十歳といってもいろいろいますし、ちゃんとした大人であろうと振る舞えない人はたとえ何歳になっても子供のままだと俺は思います。おお、結構言うね桜井君。Repámpanos tiene usted una opinión super válida。でも娘さんはその好きな男とどこも。いやそれがね、まだ何もないらしいんですわ。僕も要は知らんのですけど、娘が言うには学校の先輩らしくて、そいつの家にちょくちょく遊びに行っているらしく、その上飯まで作ったりしてるのに。それ娘さんの証言鵜呑みにしていいの？娘は嘘つくとき視線を右にそらすから。まあ答えは一つだな。どういうことです？その男は娘さんにその気がない。いやそれはない。だってうちの子めっちゃ可愛いもん。そこ寝てないもん。事実やもん。彼が娘さんに気があると仮定しても、高校の時から先輩はネクロで一人ぼっち。同世代としては桜井君はどう？俺なら好きな子が部屋に来てもその子が大事ならそう簡単に手出ししないと思う。結構ピュアやねんな。Eso es un hombre。ええねんけど、好きな子おるんや。いません、そこは流してください。娘さんは相手の男に大事にされてるって。そうやったらええねんけどな。どんな男やろうな。どんなやつでしょうね。しかし桜井君若いのに話せるな。ははは、igual que en los viejos tiempos。そうですか、初めて言われました。既読つかない。今日はバイトじゃないはずなのに。花ちゃん、ゲームせえへん？今日はいい。またなんか一人で没頭できる趣味見つけたのかな。ソスペチョーソ。よしよし、ちゃんと待ってます。楽しみっすね。あ、例の先輩さんやろ。ち、違うよ。なあなあなあ、花ちゃんってば。お願い、花ちゃんの先輩私も見たい。だいたい先輩なんか見ても面白くないよ。¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que estás diciendo。でも大好きなんやろ。先輩がね、先輩が私をね。じゃあ明日学校休んでいい？お花、明日のことなんだけど。お母さん、用事ができちゃったみたいで。あ、まあまあな回数うちに来てますよね。なんか大事なこと忘れてないっすか？花、きっと今頃。なんだか深刻そうな顔ですね。今日全部すっきりするはずですから。これでいい。花がいれば私のことを見なくなる。Vaya, no encuentro fallas en su lógica。ごめんなさい桜井君。まさに私服。ミカはちょっとビビりすから、まだ無理っすね。ありがとうな宇崎。なんかあったのかな。はあ、最高だ。そろそろ大丈夫かなと思ったんだけど、帰り道でばったりなんて。モメント、セル、シンティオ、エル、ベルダデロ。今日の料理はうまくできた？料理は滞りなくできたんですが、終わってから長居させてもらってて。それはもしかしてついに？そうなんです。以前からずっと気になってて。それは長居もするわよね。ええ。ついに花と抱かせてもらいました。そんな花に答えてあげたとは思ってたけど、何もそこまでのロケットスタートを切らなくても。
贅沢を言うならゆくゆくは片方ずつじゃなくてこんな風に両手で同時に抱いてみたいで。えい、ワサウスキー、déjanos algo。それじゃあまたよろしくお願いします。お母さん、誕生日おめでとう。ところで母さんいくつになったの？なんやったら4人目いっとく。あ、花ちゃん、キリ君どないしたん？月さん、なんか手伝おうか。あ、朝ごはんもうすぐできるからね。兄弟はこういう時はどういう顔をすればいいかわからなかった。私、先輩の誕生日知らない。なんか花ちゃんがやってもうたって顔しとる。で、なんでまた俺は呼ばれたんだ？何を知りたいんだ？先輩の誕生日。苦労が忍ばれるな。ちなみに私たちは知ってるよ。なんなら去年桜井くんの二十歳のお祝い。ぼっちの先輩、私が祝ってあげなきゃか。自分だけ誕生日祝ってもらっといて何にもお返ししないとか。Eso es llevarlo al extremo, soldado。別に隠しゃしないよ。11月29日だ。私はいい肉の日って覚えてるわ。先輩のタンプレ何がいいですかね。使いなさい、みんなには内緒よ。すっかり足を洗ったと思っていたのに。サクの喜びそうなことなら一番分かってんじゃねえの。Estoy aprendiendo。そして11月29日当日。先輩、お誕生日おめでとうございます。先輩のタンプレ、いろいろ考えてみたん。まずは料理っす。おま、それ言ったら戦争だろ。あ、すいません、ついっす、わざとっす。はぁ、楽しかった。Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo。大していつもと変わらんかったような。でしょでしょ、こんな可愛い女子が。そうだな、感謝しとくか。ケーキまで用意してくれたしな。あまりよくされても返しきれるかわからないし。来年頑張ってお返ししてください。来年の私の誕生日に。ためよう、うざきマイル。何その制度、よくよく考えるといいやつだよな。一応覚えとくや。一応じゃないっす、絶対鉄板っす。再来年にはもう卒業していないけどな。ん、前に榊さんが言ってたの。¿Acaso llegó el día? ¿Por fin? あと1年ちょっとしかない。気も知らないで、しれっと卒業していくんだろうな。先輩。今さらなんだよ。何でも言えよ。それじゃ、言います。先輩。留年とかしてみません？もう1年余計に私と楽しく遊びます。どうしよう。マジで。Eso es todo por hoy, amigos. Aquí les dejo los comentarios del video anterior.